あのさ、保健室で前園さんと何かあった？気のせいかもだけど、変な声が聞こえてたから。何を言いたいの？お前、俺が生徒とそんな恋してるとでも思ってる？あ、違う、そういうわけじゃなくて。前園はベッドに寝かせて、俺は一旦職員室に戻ったの。お前が俺をどういう目で見てるかよくわかった。気分悪い。ちょっと違うの、ごめん陽介。あれは前だった。やっぱ保健室なんかでやるんじゃなかったな。